皆さんお疲れ様です。スカイでアーキテクツの中村手です。はい。ということで今日も動画を撮っていきたいんですけれども、今日話すテーマは、建築学科ってどんなことを学ぶのというね、話をしていこうというふうに思ってます。かくいう私もね、大学時代は4年間、その後ね、大学院に進んで、大学院2年間、まあ合計6年間ですね。建築の勉強をしてきました。で、その後ね、まあ組織設計事務所に勤めて、まあ今6年目ですね。で、2年前に、まあ、一級建築士を取ったという経歴になってます。設計事務所の方はね、建築の意匠設計を、やってまして、大学時代はね、意匠系の研究室に所属していました。まあ、デザインの勉強しながらね、大学院ではね、まあ、コンペとか、まあ、設計事務所でアルバイト行ったりとか、建築をね、たくさん見に行ったり、みたいなね、建築に染まるようなね、形で過ごしていました。私自身もね、まあ、6年間在籍してたわけなんですけど、まあ、建築学科がね、まあ、どんなところなのか、どういった勉強をするのか、そういったものをね、まあ、高校生とかね、ぜひ参考にしてもらいたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。で、まずね、建築学科で学ぶことですね。で、建築学科にもね、国語、数学、理科、社会、英語みたいな、基本的な項目がね、5つあって、でそれが、私の大学のね、カリキュラムを見ると、歴史、生産、計画、構造、環境に分かれています。で、まあ歴史っていうものは分かりやすいですよね。建築の歴史です。建築史。日本建築の歴史もそうですし、西洋ですね。まあギリシャというところからある西洋建築史から、まあ、まあコルビジェとかが出てきた近代建築史。そういったものを、歴史を学ぶ授業みたいなものがあります。それと、まあ、生産ですね。生産っていうのは、施工ですね。材料とか、施工方法とかそういったものを学ぶ科目になってます。で、計画っていうのが建築の設計の部分ですね。設計課題だけではなくて、その計画学、まあ、行動学みたいなものも学んだりします。それと、まあ、構造ですね。これは、建物の構造ですね。高校生の方はね、物理勉強してると思うんですけど、まあ、それにちょっと派生系みたいなところで、力はどう働くか、こう、建物のね、柱にちゃんと、力が伝わるかとか、梁が折れないようにするにはどうしたらいいかとかね、そういったものを、まあ、勉強しつつ、演習とかね、計算とかもしたりします。それと、まあ、環境ですね。環境に関しては、まあ、照明とか、空調とか、あとなんだ、音か、とかですね、を学んだりする科目ですね、なってます。で、まず1年生からどんなことをやってきたかっていうと、これはあくまで私の大学の例なので、皆さんが行きたい大学の部分をね、しっかり見てもらいたいと思うんですけど、私の大学では、1年生のカリキュラムは主に、歴史で言えば日本建築史をやっていました。で、構造と環境に関してはもう本当基礎的なことですね。で、施工はね、なかったみたいですね。施工の授業は1年生の時はなくて、で、計画の科目では、製図の基礎ですね。製図、作図しますよね。で、手書きの製図の基礎と、あと表現演習っていうものがありました。表現演習っていうのはね、なんかその図面を、今ある建築家の図面をトレースした後に、なんか自分なりの表現をして、建築の、まあ、コンセプトとか考えを、伝えるみたいな、そういった授業がありましたね。それと、まあ、コンピューター図法っていう授業があって、ここで VIM で、設計するっていう、VIM を学ぶっていう授業がありました。まあ、作図練習みたいなものですね。で、次に、2年生になると、歴史と生産と構造と環境みたいな、4つの科目は、なんかレベルが1個上がるような感じで、より専門的なことを学ぶようになります。で、特に構造なんですけど、すごい演習が増えましたね。構造計算がの授業がすごい増えました。で、計画に関しては、製図もありました。製図演習ですね。っていうのと、あと、2年生から、設計課題、設計の演習ですね、が始まって、住宅設計の課題がありました。それと、まあ、最初に言ったかもしれないですけど、計画論とか行動学とか、あと地域の計画ですね、都市計画みたいな。で、そういったものも2年生のうちに学んでいました。で、まあ、ここで私がどう感じてたかっていうのは、本当にね、製図が綺麗な人ってすごいいるんですよね。上手い人なんですかね、センスって言うんですかね。すごいいて、で、私は、前も話したかもしれないですけど、製図に関しては全然ダメでしたね。で、表現集とかもどう表現したらいいものになるかとか、全然、この当時は分かってなくて、ね、すごいつまんないと思ってましたね。建築学科やめて別の学科行こうかなっていうのも考えたことありますね。
ただね、2年生の後期にあった住宅設計の課題が、まあ、すごい楽しくて、で、評価もしてもらえて、で、やっぱり建築設計って楽しいな、やりたいなと思って、そのままね、まあ、3年生に進んでいったという流れですね。で、大学3年生ですね。より専門になります。てか、かなり専門になります。レベル2アップぐらいですね。で、そのままさっきの5教科のレベルがより専門になるっていう感じ、でしたね。で、特に2年生と違うところは、インターンシップがありました。3年生の夏休みに。で、まあ、別に希望しなければ行かなくてもいいんですけど、まあ、せっかくの機会なんで、まあ、就活も3年生の時に大学院行かない人はありますし、そういった意味で3年生の夏休みにインターンシップがありました。で、私はね、せっかくインターンシップ行くんだから、有名なアトリエ設計事務所に行こうというふうに思って、まあ、皆さんが、まあ、知ってるね、アトリエ設計事務所に、まあ、行って、2週間ね、ほど、まあ、模型作ったり図面を描いたりをしていましたね。はい。あと、3年生の時に特に違うのが、なんか実験の授業がありましたね。施工とか構造とか環境は、授業としては学ぶんですけど、まあ、それを実際にやってみようっていう実験ですね。で、構造だったら、まあ、弱圧ってどのくらい力かけたら本当にコンクリート壊れるのかとか、生産、まあ、施工の授業だったらコンクリートを混ぜて作ってみようみたいな実験だったような気がしますね。で、私は、環境の授業を取ったんですけど、まあ、音とかだったら道路の近くに行って、音環境ですね、はどのくらいかを測ったり、部屋の中の照度ですね、照度を、まあ、測ったり、あと、温熱環境ですね、っていうものを、まあ、測ったりっていうような実験をして、で、それを、データを取るので、それを数値化の、まあ、レポートをね、結構枚数20枚とか30枚とかにまとめて、まあ、提出するっていう授業が、ありました。私は衣装系に進みたいと思ってたので、計画の授業に関しては、設計課題が4つあったんですけど、それは全部取りました。で、本格的にね、設計が始まるのが、まあ、3年生からに、だったんですけど、設計課題としては、まあ、小学校と集合住宅と図書館と美術館の設計がありましたね。で、計画だけじゃなくて、いろんな科目もより専門になるっていう話をしたかと思うんですけど、3年生の後期にゼミがあって、4年生から卒論とか卒業設計に向けて研究室に配属するんですけど、その配属する前の段階ですね、まあ、仮入部みたいなものですね。まあ、ゼミっていうものが3年生の後期にありました。で、私は衣装系の研究室に、まあ、ゼミに行って、で、そのままその研究室に、まあ、配属希望を出して、まあ、合格したという流れになっています。3年生はね、すごいとにかくハードでしたね。設計課題があって、で、授業の時間じゃない時間、例えば放課後みたいなものですね、とか、土曜日とか日曜日とかも、まあ、大学に来れる日は来て、その設計課題のエスキスとか模型作ったりとか図面描いたりっていうものをしないといけなかったので、それもしつつ、実験っていうのは結構重くてね、レポートまとめるのが大変で、授業もいっぱいありますし、そういったことをやっていました。3年生は大変でした。ただね、1、2年生はね、すごい遊んでて、まあ、普通の大学生って感じでしたね。で、バイトもしてましたし、カラオケとか麻雀とかすごい行ってましたね。はい。で、3年生はやっぱバイトとかはあまり、提出間際とかだと全然できないんで、バイトもあまりできていませんでしたね。でも設計課題がすごい楽しかったので、私は忙しかったんですけど、あまり苦には感じていませんでした。で、最後ですね、まあ、4年生。4年生の授業ってあんまりなくて、みんなもうね、卒論とか卒業設計に向けて、まあ動くといったような期間が、まあ4年生になってます。で、計画だけね、カリキュラムに書いてあって、設計課題5っていうものがあって、グループでの設計課題がありますね。で、私の時は、即日設計が4週あって、で最後1つね、3週間ぐらいで設計課題があるような流れでした。で、卒業設計と卒業論文があります。それを提出して卒業すると。で、就職する人は3年生から4年生のうちに就活をして、大学院に行く方は4年生の夏に試験を受けていくみたいな。そういった大学生活でしたね。はい。で、最後にね、なんか建築学科ってどういうことを学ぶのっていうのを書いたね、パンフレットがあったんで、それをちょっとご紹介しようかなと思うんですけど、建築学科では、人間の生活に深く関係する建築物やその環境について
歴史を検証し、現代社会が抱える安全性や機能性などの基本的な問題を探り、新しい時代の人間や社会にとってより良い生活環境を作り出すための教育研究とらしいですね。建築学科というものはちょっと長いんで分かったかな今で、まあ、例えば建築をいかに作るかじゃなくて、何のために作るかっていうものを、まあ、大切にしていると。で、人間生活に関わる、まあ、あらゆる分野、まあ、建築っていろんな分野に関わってますよね、建物なんで、に、強い関心を持つことを重視していると。まあ、建築だけじゃなくて、いろんなことを学んで建築を考えようと、そういったね、教育を目指そうみたいなね、っていうのがね、まあ、建築学科なのかなというふうに思います。ということでね、皆さん建築学科にね、行きたいと思っている高校生とかね、今建築学科に入って1年生とか2年生で新型コロナウイルスであまり大学に行けてないというね、ぜひね、参考にしてもらえたらいいかなというふうに思います。それでは本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。